はい。えー、まずはですね、えー、熊本、花でまりですね。山本洋蘭さんですね。やはりね、こちらの商品はね、この花でまりはね、本当に餅がいいです。えー、見たらね、ほんま一つ一つ丁寧にね、あの、胡蝶蘭も前、しっかり向かせて、そして今年はね、ボリュームがありますね。ほんとボリュームがあります。あの、こんな感じでね、あの、手まり、こういうワタッチで、 えー、座敷、風呂敷もついてですね、えー、作られてます。あの、山本洋蘭さんのね、熊本山蘭さん、山本洋蘭さんはね、本当に持ちがいいです。そして、あの、ギフトでね、送るのにも安心です。あの、ここのう持ったよってね、本当にね、よく言われる商品なんでね、この、花でまり。あの、こういうね、あの、いなんちゅうのかな、これ見てもらったらわかるんですけども、 こういうね、プレートもついて一緒に売ってますんでね。一つね、この山本洋蘭さんの花でまり、えー、一つよろしくお願いいたします。そしてですね、やっぱりこれね、ミニョウっていうかねう、一番後ろはですね、花職人さん。これはですね、ほんとこちらの方はリーズナブル、滋賀県の生産者の方なんですけど、ボリュームがあって、あの、リーズナブルです。まあ、あのー、 特におすすめはこのザルツマンですね。特にね、この黄色のこのコチョーランこのフォーチュンザルツマンって言うんですけど、フォーチュンって言ったら、まあ、あの、ナルシサスで有名な、えー、あのー、水泉をイメージして作った、コの、作ったコチョーランですね。これ本当に一つ間違えたら3ヶ月持つときあります。一つね、これはおすすめです。さあ、来た。そしてですね、あの、シーナヨーランさん。ザーっと。 まあ、これはね、こちらの方はね、本当にいろんなもの作られています。で、おすすめがこのゴールド。プレミアムゴールドの、このミニ胡椒。こういうワタッチでですね、マロン。これはね、可愛くて、本当おすすめですね。花ももう本当元気が出る黄色です。えー、一つね、プレミアム胡インのことでおすすめの一品であります。それからですね、 あのちょっと見てほしいんですけど、この30日いい、1回ね、30日に1回、まあ、あのこれね、見てもらったらかるかな、水耕栽培になってます、こんな感じで。水耕栽培で、なおかつ、えー、何がすごいかというとあの、こんな感じでね、おしゃれな、何ていうのかな、花瓶風になってるんですね。 これはね、本当おしゃ、あの、おすすめですね。こんな感じ。近くで見たらわかるんですけど、水が入って、こんな感じ。水耕栽培。まあ、水を溜めれるっていうね、花瓶風のおすすめの一品であります。そしてね、やっぱりね、あの、なんと言っても若い子に誇ラン買ってもらおうということで、ラッピング資材等もおしゃれです。えー、それから、 あの、次はですね、えー、この、寛容付きの胡蝶蘭、ね、ええー、石、石蘭園さんですね。あの、本当ね、若く、ちょっとこう、若めで出してきてはるんですけど、寛容をついたこだわりの、あの、胡蝶蘭の方です。必ず寛容と胡蝶蘭、ね、お花が終わっても寛容が楽しめるように、こんなんな感じ、寛容と胡蝶蘭っていう感じで、 えー、作られてます。えー、それではですね、あの、今日はですね、もうメイン中のメイン、えー、またはりです。あの、今日はね、これを解説をしたいっていうことで、実は、あのー、やってきました。えーま、これはね、すごいアジサイなんです。あのー、またはりと言いましてね、 実は最初は秋色。こんな感じでくすんでます。くすんだ、こう渋い感じ。で、ところが、これがね、秋色から、えー、まあ、名前もまたはり、神秘的だっていうね、イメージで、あのー、ピンクのマリになってきます。で、ピンクのマリと思いきや、中からまた、あのー、秋色になったアジサイが出てくる。この神秘的なね、えー、またはり、 このアジサイを解説したいなと思ってます。そしてこのタハりのピンクと、このタハりのブルー。ブルーはね、やっぱ綺麗ですね。これから、これ。こんな感じ。で、若め柄、若い段階でね、あの出してきてもらうと、本来のね、タハリの良さが分かってきます。 あの、渋い感じから、もう綺麗なブルー。そして、紫外線によっては、ちょっとこう、変わった感じのね、ブルーになってみたり、水色になってみたり、本当にね、神秘的な一品です。えー、これはね、なぜ今日、このまたはりに、あの、出したいかというと、実はね、もう長い30年来の付き合いになるんですけど、福島ね、ね、あの、いろんなね、あの、ことありました。 あの、福島のね、いろんな問題乗り越えて、あの、そしてね、えー、この福島の山鶴園芸さん、あのー、3年前、2年前になるのかな、あのー、一人でね、オランダに渡って、このオランダから逆輸、あのー、直輸入してですね、これ、容へ購入されて、まあ、あのー、出てきた商品なんですけど、あのー、 そういう中でもね、ちょっと今年たまたまね、お話しさせてもらいました。久しぶりですけどね。そして、あのー、言ってたのがね、いや、もう、山釣り園芸はですね、い、なんちゅうだかいいんかな、こういう状況なんだけど、いろんなね、あのー、氷屋さん、売参人の方に支えられてると。だからね、あのー、うちとしてはね、本当にね、あのー、買っていただけるだけで、 っていうようなね、本当にね、なんかこう、低姿勢っていうかな、もうすごいこれこ、苦労されてるからこそ言える言葉なんだなとは思うんですけど、まあやっぱこういう商品はね、本当一生懸命売りたいなっていうことでね、今日はね、このまたはりしっかり見てほしいんですけど、 この最高のアジサイを見てほしいんです。で、こちらのね、ヤマツリさんのね、商品、あの、何がすごいかというと、あの、2年前にも、今ね、今年、大々的に厚み半島からも出てます。ところが、一番先にね、輸入されたっていうことで、実はこの株2年株です。 つまり、二年株なんで、あの、傘もありますし、そしてピンチの量も多いです。だから、あの、花の輪数見てください、この数。一体何年やんのかな、これ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。うーん、12輪もあります。こんな感じでね、あの、要はね、あの、二年越しになってるんで、非常にボリュームもありまして、そして水切れしにくいです。アジサイってやっぱり水切れがね、 やっぱりよくしちゃうんだけど、ちょっと大きめの鉢、六寸鉢に入ってますね。これはね。ちょっと今出してみよう。こんな感じ。ちょっとね、大きめの鉢に植わってますので、水切れの心配もないです。まあ、こんな感じでね、あのー、第一弾、あの、またはり、あのー、山津蓮芸さんのね、 また針はもう今年のおすすめの一品であります。まあ、あのー、今日からね、もう毎晩毎晩ね、もうアジサイのね、いろんなお話し,していきたいなと思います。まあ、あ山つり園芸さん実はですね、アジサイはね、あのー、去年からやられてるんだけど、本当こちらの麺はカーネーションなんです。で、まあ、あの、お父さんのね、あのー、とはね、いろんなね、あのー、出来事あってね、こういう時、パってね、 思い出した言葉がありましてねあのその何て言うのかな30年前だったかな競りに成り立ての時にねあの何て言うのかなどうあの言葉今でも忘れられないですけどまああの11トンぐらいね400ケースぐらい出してきてくれることになったんだけどその時にねもう あ、こんなたくさん売り先もないのにどないして売ったらいいんだろうかってもう不安でしょうがなかったわけ。で、その時もうカーネーションがね、まあ引っ張りだこだったんですよ。正直、山釣り園芸さんのカーネーションっていうとボリュームがあってね、福島の涼しい場所で作られてるっていうことで,で、どうしようかなって思った時に、もう泣きそうだったですね。だ、だけどね、その時に言ってくれはった言葉が、お前だけの、 あの、何てちうのかな、責任じゃないんよと。あの、倍参人、そして、市場、競任人、そして、生産者、三つでね、このリスクを分かち合えばね、気持ちが楽になるだろうと。あの、そんなこと言ってくれましたね。それでね、心がスーッと降りて、あ、そうか、僕一人でしょいこまんでもいいんやと。 あのー、その言葉をね、今回コロ,コロナでも思い出しました。あの、だからいいもの作っていれば、いいものだったら、やっぱり皆さん本気の商品っていうのを分かってくれます。あの、そういうことでね、やっぱりね、本気の商品だったら、あ、この人のものを送りたいとか、この人のものを売ってみたいとか、 ね、喜んでもらえるっていうかね、そういう気持ちが伝わると思うんですよ。消費者の皆さんにね。そんなことをね、30年前にそんなことを言ってくれはったのを思ってます。で、やっぱりなぜね、やっぱりそのカーネーション今でも綺麗です。綺麗から、あ、やっぱり綺麗なもんは人を感動させるんじゃないかとか、人をね、 喜んで、送ってた先のお母さんが喜んでくれるんじゃないかとか、やっぱりね、本当に手塩にかけたね、いい商品っていうのはね、これだけ、やっぱり色出し綺麗です。またドのね、色出しはね、この山釣り園芸さんが一番綺麗かとは思います。そして、あのー、これがね、良さをね、分かってもらえるかなっていうのでね、今日はね、急遽ね、 この、あの、ロングランなんですけども、あの、長回しでね、もう一発勝負で、えー、喋ってます。あの、こんな感じでね、まあ、あの、本気の商品がね、伝わるかどうか、僕の解説でね、この商品、またはりの良さがね、あの、分かってもらえるかどうかわからないけれども、あの、こういうね、なんとも言えないね、いろんなカラフルなね、またり、 アジサイ、向こうから逆輸入っていうかね、本来日本、アジサイっていうのは日本古来のもんだった。それをね、あの、海外のね、方がオランダの方に、ヨーロッパに持ち帰って、西洋アジサイ、ハイドランジャーとして、日本の方にまた戻ってきて、そして、今、オランダのね、この、輸入苗っていうのが、もう向こうもね、ヨーロッパ今主流になってきてます。で、それが、 あの、いっぱいいいものが出てます。そのいっぱいいいものの去年のね、ナンバーワンアジサイ、ヨーロッパ最高レベルのアジサイがこのまたハリなんです。この神秘的な、えー、色合い、えー、見てほしいです。あの、ブルーもね、僕の気持ちはブルー好きなんですけど、このピンクの色だし、この一品がものすごい綺麗かったんです。それをね、皆さんにね、あの、分かっていただけたらなと思いまして、えー、今日のね、 あの解説終わりたいいと思います、えー、最後にあのー、ちょっとね10秒15秒長回しで僕の言葉なしでこのアジサイ見ていただけたらなと思います本日のご視聴ありがとうございました